ファンキルタガタメプレゼンツ、今泉 P の全つながるラジオ。別にこれすごいよ。すごい、何それ、何気なんかあ の, の流行ってたじゃん、あのスマホでちょっとどこ見てるか UFO キャッチャーのやつ。全然話の内容入ってこない で、これが撮ってみたんだよね、どんなもんかと。あ、なるほど。これ山本、違う、山本さやかちゃん。あ、さやね、さや姉さん。これ俺家からソファ持ってきたやつ。すげえレアなやつがここになんかすげえ見え隠れしてるんですけど、仮面ライダーガールズじゃね、これ。え、嘘。これもすごくないですか、ほら、仮面ライダーガールズじゃなくて本当だ、仮面ライダーガールズじゃなくて。イエーイ、席が、もうトトロス。本当だ、トトロ好きなんですか。トトロでかいの。いや、俺将来子供ができたら、あのトトロと同じサイズのトトロのぬいぐるみを家に置いて、こうやってあーってやるじゃん、はい、あれを子供たちにやらしたいなっていう話をしてたら、はい、なぜか知らないけど、昔誕生日プレゼントで中途半端な大きさのトトロをもらってこれ家にいると死ぬほど邪魔なのよ。確かに、まあまあね、そう、中途半端とはいえ大きいですからね。だからここにはまってます、いつもトトロ。なるほど、かわいい。でも癒される、くっつけね、これなんか全部もらってます。リュック使ってくださいよ。リュックもあるんだよね、インテグラルリュック。本当だ、ここでファンキルが生まれていると、うん、後ろにソファーがあるのもいいですね、なんか、うん、使われてない、使ってないけど。で、これ本邦初公開何奈良で小田さんが誕生日プレゼントにくれたやつがまだ会社にあります。炭酸のやつ、炭酸のやつだ、使わせてもらいます。本当にここにずっと置いてあるのに、面白い、いろんなのがある。汚いよね。まあでも忙しいんだなっていう感じが伝わってきますけど、ユーザーさんにもらったやつもね。いくら？アイマスク。アイマスク。どっかで使おうと思ってこう置いてある。資源の机も見てみますか。あと住友ミジェナのなんかいっぱいあるよ、ここなんか。本当だ。ありがとうございます。レア。アリマスのキャラソンです。これネイブ、ネイブ。あ、綺麗に見えちゃうな。綺麗に見えるな。しげさん、こんにちは。こんにちは。え、画面めっちゃでかいですね。広くない、お前の。すごい。